という感じで、続編はシビック女子とドライブデートです。イエイ。まあどこに行くあてもなく、ちょっとブラブラとドライブデートで、乗り心地いいな。乗り心地いいですね、シビック。そうなんですよね。いや、スポーツです。え、これで？これで。へぇー、後方はもっと揺れないですね。すごいな、赤が、赤いベルトがいいね。服装が地味でも赤いベルトでちょっとかなりワンポイントで、ワンポイントでね、決まってます。すごい滑らか、譲るとこもね、やっぱり素晴らしい。他のなんかシビック乗ったことあります？FD2 か。あ、 FD2 の足硬いんですよね。めちゃくちゃ硬いですね。すごい硬い。あのシビックはでも結構カスタムしてる FD2 を乗ったんで、めちゃくちゃもうすごい仕様で。そうなんですね。マフラーもフルチタンで、結構やっぱいい音してますね、あの K20A は。いいですね。 FD2 いい音するんですよね。いいですね。これはターボですもんね。そうなんですよ。NA のやっぱあの音は、そう、 NA のあの音はなかなか出せないけど、まあ、ターボはターボでいいとこも。そうですね。結構女性の運転とかありますか？女性の運転はお母さんぐらいですかね。カンさんは？女性の運転はあの会社の先輩がどちらも N ボックスです。確かに。こっちも N ボックス。しかもさ、色はシルバー。ああ、うち水色だわ。いやいやいや、色しか違うんだ。確かに、確かに M ボックス。いい車です。確かに。ミッションはあんまりない。ミッションはないね。ミッションなってマジで乗っ全くないんじゃない？乗ったことないかな、あるかな。ないっすね。ないよね。少ないですもんね。確かに。乗ってる人がいないしね。乗れる人も少ないですよね。確かに。みんなまず免許がオートマですからね。結構マニュアル持ってるってやっぱすごいですね。普段は音楽聴きながら。そう、爆音で。爆音で。爆音で。すごいんだからカン君。俺の方がすごいから。ホイール売ってますよ。富士。破産しちゃう。ホイールはもうそっか買ってんのか。車庫調っすね、次は。車庫調ですね。確かに。車庫調なんか狙ってんのあるんですか。無限。無限の車庫調。高そう。フルエアロとか。ああ。無限を選ぶところがいい。なんか結構周りのそのシビック乗ってる方たちも、はい、無限のエアロックつけてたりとか。あ、そうなんですね。冒険した方がいいのかなと思うんですけど。まあバリスとかも結構。あ、なるほど。かっこいいですよね。うん、バリスはいいですね。そこも悩み中で。まあいろいろあります。ハプニングが。
スマート滑らか、なんかオートマみたいあんまり飛ばさないってことですか。車にしてもね優しく、そうですね、逆になんでスポーツカー乗るんだみたいな、あ確かに言われますけどね、飛ばしてなんぼだろうみたいな飛ばすだけじゃないですからね、ですからね、優雅に走るのもね、いろいろありますからね、広い、もうすごいシートの前にいてくれてるな。俺の後ろってさ、みんないつも悲惨だよね。もう俺足伸ばしたくなっちゃうから。ダブルアレックスなんてもう通路。通路分かる。確かに。今の気分はレクサスの LS のロング。ずいぶん偉くなりましたね。足伸ばせる。N700 系のグリーン車ぐらいあるよこれ。たとえ鉄オタがバレるすごい広い、結構シートも寝てるんでね。あそうなんだ、すごい楽。あそれって調整できる、調整とかできないと思うけど、できないですね、すごい、楽、普通の車これならね、どうなことだな、ちょっと頑張れば4人乗れますよね。あ全然4人も全然4人で九州までいけるよ。ずいぶんすごいね。いけるいける。どっから行くんだって話だけど。確かに。高知。高知。高知。いけるいける。そういえばシビックの前って何か乗ってたんですか、車は。シビックの前は、インプレッサスポーツですね。インプレッサスポーツ ?GP シリーズ。GP。オートマでした。だから、未使用車は初ですね。あ、そうなんですね。その前は何か乗ってたんですか？その前は、普通に学生だったんで、K 乗ってました。あ、K。そう。まあ、最初はやっぱ K がいいっすよね。そうですね。俺もよくじいちゃんの K 乗りました。じいちゃんの K。じいちゃんの K。伝説の K があったんですよ。みんなを連れてってもらったよね。ああ確かに。じいじのブーム。じいじのブームって。じいじのブーム懐かしい。乗りたかったな。初代ワゴンある。 ABS がついてなくて、ブレーキ思い切りやるとキャーって言ってロックして。危ない。危ないですあれは。結構シビックは車幅があるから。まあ確かに大きいですよね。1860ぐらいあるんでしょうね。あ、そうですね。すごいな。でも長さは AB と変わらないですね。あ、長さは。長さ。じゃあ横がでかいですね。じゃあなんか狭いパーキングとか入れないですね。入れないですね。ファンの皆さんにこう。彼氏目線の助手席からスマートにマニュアルを運転する女性の模様を。おー結構コンフォートでも揺れますね。ガタガタ様に行くとね、まあ、俺だからそうだね、エアサスぐらいかな。確かに俺らのもうサーキット仕様だからね、揺れが違うもんね全然比べ物にならないからね。ドライブデートが終わりました。はい、そんな感じでドライブ動画は以上です、はい、バイ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 